クレアム・コクソンは、イギリスのミュージシャン、ギタリスト、シンガー・ソングライター。イギリスのロックバンドブラーのギタリスト。コルチェスター出身。英国空軍の軍学兵であった父親の、不妊先である旧西ドイツ・リンテルンで生まれる。5歳まで、西ドイツ中を転々としながら暮らし、その後父親が、北アイルランド不妊となったことに伴い一時祖父に、引き取られ、イギリスのダービーで生活。 父親が退役した1970年代終わりに、一家はイギリスのエセックス州のコルチェスターに移った。公立中高等学校時代の11歳の時、一学年上のデーモンアルバーンと知り合い、音楽を通じて信仰を深める。また、この頃から独学でギターを学び始める。下級六学年終了時に中高等学校を退学し、 デーモンの父親が学長を務めるアートスクールに入学。2年間芸術を学ぶ。アートスクール時代、いくつものバンドを渡り歩き、この時に後に、ブラーのドラマーとなるデーブ・ローン・トリーとバンド仲間として知り合う。1987年9月、ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジのファインアート科に入学。同じく新入生として入学した後のバンドメイト、 アレックス・ジェームスとすぐに打ち解け、親友となる。大学2年時の1988年12月、大学の同級生となったデーモンの作ったバンド、サーカスにギタリストとして加入。バンドにはグレアムの紹介で、ドラムのデーブも参加していたが、後に同じくグレアムの紹介で、アレックスがベーシストとして加入し、バンド名をシーモアに改名。1990年3月、 さらにブラーに改名し、メジャーデビューを果たす。バンドのデビューを機に、学業から離れた。バンドでは、ギターの他にボーカル、コーラス等も担当。また、サウンドプロデュース面でも、大きな役割を果たす。1994年、バンドがブレイクし、一躍、ブリッドポップムーブメントの中心に君臨するが、華やかな成功劇につきものである大敗的で、暴力的な生活。 スターバンドの一員でいることへの疲弊から打つ状態になり、アルコール中毒を患う。元来ローファイな音楽を好んでいたこともあり、フロントマンのデーモンとも、ポップになりすぎたブラーの音楽性をめぐって対立し、疎遠状態になりつつあったが、音楽に対してどれだけ貪欲で、意欲的であるかを手紙でやり取りすることにより関係を修復していった。1997年。 ブラーの楽曲、You Are So Great では、単独での作曲と作詞、ボーカルも担当。また、1999年のアルバム、13の、Coffee ーー TV では作詞とボーカルを、Tender では、作詞を担当した。ケルティックコネクションズフェスティバルで歌唱するグレアム・コクソン1998年、ソロ活動を開始。自身で立ち上げたレーベル、トランスコピックから、 アコースティックサウンドが特徴的なタクロックアルバムスカイイズ・トゥ・ハイを発表。2000年にはノイジーでパンキッシュなアルバムザ・ゴールデン・リー。2001年にクローシット・オン・ブラッド・トゥ・リー。2002年にはキス・オブ・モーニングと年に1枚のペースでソロアルバム発表する。2003年ブラーのアルバムシンクタンクのレコーディング時デモンと音楽性の相違をめぐって対立し、 ブラーを脱退。ソロ活動に専念する。2004年には、ブラー時代のプロデューサー、スティーブン・ストリートを起用し、ハッピネス・イン・マーガジンズを発表。自己最高となる全英19位を獲得し、英国音楽界を代表する、音楽賞、NME アワーズで2005年度の最優秀、ソロアクト賞を受賞した。2004年8月、フジロックフェスティバルに出演。2006年には、 ソロとして6枚目のアルバムとなる、ラブトラベルズアットイリーガルスピーズを発表。9月に単独来日。2007年8月の v f フェスティバルでは、バージンモバイルユニオンのヘッドライナーも務めた。2008年秋、デーモンと和解し、ブラーに復帰することを発表。翌2009年、ハイドパークや、グラストンベリーフェスティバルで再結成ライブを行った。同年には、 初のコンセプトアルバム、ザ・スピニング・トップを発表。2012年には初めて、エレクトロニックサウンドを多用して、新境地を見せた8枚目のソロアルバム、AE をリリースし、音楽各紙から高い評価を獲得した。2015年に発表されたブラーの12年ぶりとなる、アルバム、ザ・マジック・ウィップでは、アルバムの制作をデーモンに進言し、プロデュース面でも、主導的立場に立つなど、 ブラーのアルバムとしてはかつてないほどグレアムが全面に立って制作が行われた。ケンブリッジフォークフェスティバルでギターを弾くグレアム国村、ソニックユース、ダイナソー・ジュニア、ベイブメントなどから大きく影響を受けたローファイで独創的なギタープレイを特徴とする。ビースティ・ボーイズやベックなども含むアメリカのオルタナティブ、インディロックシーンを好み、1997年以降のブラーを 脱ブリッドポップ路線に舵を取った中心人物であると言われる。英国ロック界の様々なギタリストからリスペクトを寄せられ、2007年にシングルを共同制作したポールウェラーは、個人的にもグレアムの大ファンで彼の曲は大好きなんだ。一緒に仕事ができることにエキサイティングしているとコメント。レディオヘッドのギタリスト、ジョニー・グリーン・ウッドは、 グレアムの音楽的才能以外についても言及し、グレアムのギタープレイは、元より彼の持つすべての才能が僕は好きだと発言している。また、ブラーと長い間ライバル関係にあったオアシスの、ノエル・ギャラガーをして、彼は、同世代で最も優れたギタリストの一人、ロキシー・ミュージックのフィル・マンザネラも、過去を振り返っても5本の指に入るギタリストと、称賛している。 ギターのみならず他の楽器の腕も立ち、1997年のブラーのシングル、ソング2では、デーブとツインドラムを担当した。また、1994年のシングル、パークライフでは、サックスも演奏している。また、初期のソロアルバムのレコーディングでは、すべての楽器を自ら演奏していた。大学での専攻が、ファインアートだったこともあり、絵画が、音楽以外でのライフワークになっている。 ブラーのアルバム13のジャケットをはじめ1997年以降ほとんどのシングル曲のジャケットの絵を担当するようになるソロ活動でのジャケット等のアートワークもほとんど彼によるもので時折個展も開催しているまた英国女性シンガーケイトラズビーが2005年にリリースしたアルバム ザ・ガール・フー・クドゥンとフライのジャケットのイラストを描いている。トレードマークは、横島のシャツにメガネ。歌っている間、ほとんどうつむいたままで観客を見ない。もともとシャイな性格で、メンバーに、あまり意見を言えなかったといい。ブラーのフィフスアルバムに収録されている、You are so great! のレコーディングの際、あまりに恥ずかしかったため、電気を消して暗い中机の下で歌ったという逸話も、残っている。 また、ブラー時代は、あまり顕著に現れていなかったが、ソロになってから彼のエキセントリックさが映像でたびたび、見受けられる。そのゆえんに、W の PV では、歌の合間に咳をしたり、テレビ番組のライブで、感想中にあくびをして、観客を笑わせている。また、野外フェス、プッケルポップフェスティバルのステージ上で、サポートバンドのメンバーと演奏曲目の順番を、 確認するためライブを中断したりするなど、ユニークかつかなり、マイペースな性格を見せている。2007年7月に、ポール・ウェラーとコラボレーションしたシングル EP ディス・オールド・タウンを限定5000枚で発売。また、ウェラーが2008年6月に発表した9枚目のアルバム22ドリームスの収録にも参加し、ギター、コーラス、ドラムを担当した。2009年に、 リリースされたピート・ド・ハーティのソロアルバムグレース・ウェイストランズに参加し、リリース後のツアーにも帯同している。また、ド・ハーティの以前のバンドザ・リバティーンズの楽曲タイム・フォー・ヒーローズをカバーしたことがある。2010年には元ザ・コーラルのビル・ライダー・ジョーンズ、女性シンガーパロマ・フェイスとディザイアでコラボレーションした。2012年にイグザンプルのアルバムザ・エボリューション・オブ・マンに参加。 クローシット、オンブラッド・トゥリーまではすべての楽器を自身で演奏しているが、キス・オブ・モーニングからはサポートメンバーを招いてレコーディングしている。ありがとうございます。